本と雑談ラジオ。漫画家の小泉智弘です。歌人の増野光一です。本日は8月のね、半ばですね。そうですね、もう終わりですね。25日になったところですね。そうですね、オリンピックも終わりましたし、はい、でも台風が来て暑いですね。今日も今夜なのに、はい、すごいムシムシして、はい、いや早く涼しくなってほしいですね。そうですね、もう僕誕生日が9月だから、いつも夏が終わると年を取るんですよね。なるほど、秋の、はい、春分の日ですもんね。春分の日です。秋分の日なんで、はい、9月23日、ちょうど夏の終わりと秋の始まりの日じゃないですか。そうですよ、割とだからこのぐらいの季節はセンチメンタルですね。小田原ドラゴンさんや、安倍一茂さんと同じ誕生日なんですよ。真希ちゃんも一緒ですよ。この明暗ね、すごいじゃないですか。いやいや、安倍一茂さんなんて生年月日全部一緒なのにこの明暗ですよ本当に。でもなんか僕ね、今月ぐらいから運がいいらしくて、でも言われてみると運がいいかもしれない。あ、僕もね、仕事ばかりたら仕事が増えてきました。本当に、なんかそういうことありますよね。ねえ、結構僕ね、思い出すとね、なんか長い間疎遠だった人と再会したりとか、あと友達に貸していた金が返ってきたりとか、なんかちょっとこういちいちいいような話が来ます。いいですね、はい、その調子でいきましょう。その調子でいきましょう。どうなんですか最近は、近況は。あ、そうですね、僕ね今日話したいことあるんですけど、はい、あ、いただき物のこの小泉さん持ってくださった、はい、近くの丸松っていうスーパーで、はい、とろけるパンナコッタ、そう、ババロアに近いのは何かなと思ってパンナコッタを選んでみました。パンナコッタってでもババロアと近いんですか。はい、ババロアとパンナコッタの違いなどなんだっけあ、そうだ、ババロアとパンナコッタの区別などつかない人がモテる人ですっていう単価にしたこともあるんですよ。おお、それほど松野さんにゆかりのある、はい、パンナコッタを栗原さんちのお裾分け、ほろ苦カラメルソース付きですよ。いただきます。ほろ苦カラメルつけます。はい、そうですね、僕ね、昨日なんですけど、はい、早稲田松竹っていう、僕高田馬場にアパート借りてて、はい、ちょうど昨日は弟子とネタ出し会っていうのをする予定で、はい、それが8時半からだったんですよ、はい、で7時50分に終わる時間だったから、はい、ちょうどいいぞって思って、はい、去年の僕2位にしたんですけど忙しくて、スクリーンで1回見たっきりで、でもう1回スクリーンで見たいなと思いながら現在に至ってて、ちょうど映画館で見れる、おこれはいいって思って、見に行ったんですよ、はい、したらものすごい感激しちゃって、もう終始涙がで瞳がにじみ続けるぐらい、なんですかそれ。なんかね、素晴らしかったんですよ。主人公が刑務所から出てくるんですけど、前科持ちで、はい、でもそんな悪人じゃないんですよ。ハッカーですごいハッキングが上手で、まあ、優秀な人なんですけど、だけどまあボンクラなんですよね。よくね見たんですよ、実はアントマン、はい、でそれで出所してみたら奥さんが離婚してて、はい、こともあろうに警察官と再婚してるんですよ。そうなんですよね。それで娘がにもうあなたもううち来ないでって言ってすごい言うんですけど、誕生日にのこのこ行ったりするんですよ、はい、今日は誕生日だろうって言って何の連絡もなしに来るのはやめてみたいな、で警察官の今の旦那さんにはお前あっち行ってろみたいにすごい冷たくされるんですよ、だけど子供はね お父さんのことすっごい慕ってるんですよ、ずっと離れてるのに忘れずにいてくれるっていう、もうそこでもうねグッと来ちゃって、なんかその子にいいところ見せようとする話なんですよね。いいところ見せようとしますね、なんか誕生日プレゼントで不気味なぬいぐるみをあげるんですよ。変なしゃべりグエーみたいなしゃべり方する、それをお母さんこんなの置いときなさいって言ったけど、娘は私はこれが好きって言ってすごい大事にしてくれるんですよ、
でも話としては変な話じゃなかったです。それでね、その無所仲間と、あ、最初サーティワンアイスクリームでバイトして、真面目に生活しようとするんですよ、ところが前科がバレてクビになっちゃうんですよね、でそうこうしているうちに無所仲間がいいボケ話がある、すごいセキュリティの甘い家があるから、そこのでかい金庫に忍び込んで人儲けしようっつって、でハッキングが上手だから見事な金庫破りの腕もなぜかあるんですよ、頭いい。でそれでそうやってるうちに、実はその押し込み、あの金庫破りみたいなのが、その家の持ち主の仕組んだ罠だったんですよ、でそれでお前は大したもんだっつって弱みも握られちゃったりして、アントマンのスーツを着る、なんかそういうパイロット的な役割を押し付けられちゃうんですよ、マイケル・ダグラスに、なんかでもそこは難しくて、アントマンって何かっていうと、不思議ななんかスーツを着て、アリみたいなサイズになるんですよね、ちっちゃくなって、あのいろんなところに潜入して、活動するんですよ。しかもアリを味方につけて、アリと一緒に戦うんですよね。そう、アリがねまたけなげでね、アリもねむっちゃ可愛いんですよ。でもその辺の話の手続きが僕はめんどくさくてあんなのドラえもんがアリンコなんとかって言ってそこがね、あのね面白いとこなんです。アリと心を通わすために猛特訓するじゃないですか、で僕はそこはそんな話のするために時間かかりすぎてると思ってあのね、ヒーローものの定番の盛り上がるトレーニングシーンですよ、はい、僕そこは興味なくてもう一言でドラえもんがアリンコなんとかって言ってちっちゃくなって戦えばいいのと思ってました。そんで最後クライマックスも、なぜか分からないんですけど、敵がその、まあ、主人公の娘を人質に取るためにわざわざ別れた妻の家に行って主人公待ち伏せしてるっていうような。そうで、確かにあの見せ所は一瞬でちっちゃくなんですよね、一瞬でアリンコになって、一瞬ででかくなったりするんですけど、それで戦うんだけど、そんなめんどくさいことしなくてもっていう感じが僕にはあって、まあ、見せ所なんですよね、そこがね、あの映画として。そこが見せ所で、ものすごいスペクタクルで戦ってるけど、実際人間が見たら機関車トーマスがひっくり返ったとか、そういうように見えるっていうギャグになってるんですよ。そうですね。いや僕もまあ面白かったんですけど、ただそう間抜けだけど、本当に娘を守るために命がけで戦うんですよ。で最後は娘にもいいとこ見せることできて、娘にもパパって感じでね、そう終わるんですよね。そう、それを見てこれはまさに俺に向けて作ってくれた映画だくらい、ものすごい感激したんですよ。それで そういう風に思うと、いかにシンゴジラが自分とあんまり関係ないなっていうのが、まあね、浮き彫りになってきてしまいました。まあでもほら、別にシンゴジラ悪く言うつもりないんですよ、でもあと、まあ僕も実は知り合いがね、あの映画の配給を手伝って、あの配給の宣伝やってて、それでチケットいただいて見に行ったの、でマソノさんはきっとお子さんがいるからあのグッとくんじゃないかってことで見て、でまあ面白かったんですけど、僕はやっぱりその家庭の震え合いみたいなところがもっと見たかったし、そんなアリンコになるためにこんなに面倒くさい手続きを取るのかって感じだったな。だってそもそも彼があのほら何金庫破りかなんかするじゃないですか、はい、あんなのもさいるのって感じでしたけど、いるのですか。あれは貧困に愛でいるからですよ。なんかそのシーンも無駄だったし、本当に彼がアリンコになるまでのこう、様々な人が関わっていくんだけど、そう、あの無所仲間のあのチンピラ軍も僕はグッとくるんですよ。そうですか。そう、そうか、やっぱ僕にとみんなにとってグッとくるところは僕には無駄に見えてしまったんですね。なるほど、ちょっとエアコンをもうちょっと低くしませんか。あ、寒いですか。汗が出てきた。あ、暑い。暑いのか。栗原さんちのお裾分けパンナコッタは美味しいですね。美味しいですね。マスノさんは最近いかがでした。僕はね、まあまあでした。まあまあ、まあ、でもなんか本当に珍しくね、2丁目でモテましたよ。ほう、どういうことですか。あんまり詳しく言うと相手がいることなのであれですけど、ダメですね。まあでも連絡先を交換して、おう、あの
したらすごい喜んでもらったんで、ええ、そんなことで喜んでもらえるのかなっていう嬉しさがありました。うーん、はい、どんなことで喜ばれたんですか？いやだからさ、 LINE を交換しただけ。あ、それだけで、はい、やったとか言われて、ああ、じゃあ読者なんじゃないですか？いや違うんですよ、それが。だからそれ嬉しくないですか？連絡先交換した時に、うん、なんか外見でモテたんですか？そうですよ。やったなんかそういう時になんか目がキラキラした男の子が、はあ、なんか僕と LINE 交換したことですごい喜ぶなんて、なんかちょっとときめいちゃいました。その人はゲイなんですよね？そうそう。で僕は正直にいろいろ喋ってて、今インポでみたいな話もして、そしたらなんかわかんないけどなんかちょっと引っかかるとこあったみたい。若い人なんですか？まあすごい若いです、僕よりは。うん、若者ですよ。なるほど。それでの話はしませんけど、ちょっと嬉しかったです。よかったですね、はい、いいなあ、モテてみたいなあ。でも僕ね、10年間で2度目だから、うん、あのバーで連絡先交換したのが2度目ですから。その後なんか展開はあるんですか？その辺は秘密です。あ、なるほど、はい、いいですね。いや、何か急に何かあるかもしれないですね。そうですね。だからなんかインポインポ言ってたのが嘘になったら嫌だな、なんか僕さ、ほら、僕の話って持ってると思われるんですよ。今日もツイッターでね、ちょっと前に僕ツイッターで、大盛りを頼んだことないから、そんな僕が心を許せるのは、うつご飯だけって書いたんですよ。うつご飯？はい。うつご飯っていうのは、ほら、そこにある漫画なんですけど。あ、ありました。これですね。はい。志川祐希さん、はい、志川祐希さんっていう人のうつご飯って2回目が出たんですけど、まあ、とにかく主人公がすごく憂鬱な人で、グルメ漫画なんですね。食べ物のこと書いてるんだけど、絶えず食べ物へのネガティブなイメージを書き綴るんですよ。本当に面白くてもう大好きなんですけど、で一個一個のエピソードが多分実話としか思えないリアリティなんですよ。頭で考えたらこんな風になんないだろうっていう憂鬱なエピソードなんだけど、もう僕にとっての食べ物ってこうだから、もうなんて初めて心を許せる漫画ができたんだろうと思ってね、ツイッターに書いたんですよ。自分が心を許せるのはうつご飯だけだとマスノが言ってましたと、まるで僕以外のスタッフがいるかのようなふりをして、したらそれをね、それをショック受けてくれた知り合いがいて、人生でお金を頼んだことないなんてすごいショックだっていうふうにある歌人の人がツイートしてくれたんですよ。したらそれを見た人がね、やっぱり違う歌人の人がね、少し持ってますみたいなこと書いたわけですよ。だから少し持ってます、つまりかけてるわけですよ。一つは、僕が大盛り頼まないから少し持ってます、ね、で僕の喋りも多分おしゃべりというかお話も持ってると思ったみたいなんだけど、持ってないから、うまいことがただ言いたいだけだったんじゃないですか。もうそのぐらい腹立ってしょうがなくて俺のエピソードでうまいこと言うんじゃねえ。そう、しかも嘘じゃんって、本当なんですよ。本当に人生で大盛り頼んだことないのに、少し持ってますっていうのは面白いツッコミに一見思うけど、違うんだもん。事実を歪めていると。 でそんなツッコミ面白くないの、僕には。それでね、一見みんな笑うと思うのね。いい、うまいこと言ったし、少し持ってますみたいなのはうまいじゃない、一見。でもそんなうまさはどうでもいいんだと。なるほど。そして僕は短歌で言い返しちゃいましたよ。うまくない、100歩譲ってうまくてもそんなうまさはもう仕方ないあ、僕ね、松野さんに謝らなきゃいけないのが、はい、愛のことはもう仕方ないよ、ずっともう愛のことはもう仕方がないってがをずっと入れ続けてたことをツイッターの読者がね、読者が僕にアットマークで教えてくれましたよ。すいません、そんなこといいんです、気になっても僕にとってはそんなことよりも、持ってますみたいなこと言われたのが、嫌で嫌でしょうがなかったので、もう知り合いなんですけど、その歌人の人がね、シンクワさんって言うんだけどね、多分軽く持ってるって書いたの、でまあそれは一見うまいじゃないですか。そうですね、大盛り頼んだことないから軽く持ってるっていうのと、僕の話が軽く持ってるっていうのをかけてるんだけど、持ってないから。なるほど。もうね、もう一度言いますよ、うまくない、100歩譲ってうまくてもこういううまさがもう仕方ない
なるほど。はい。僕は愛のことはもう仕方ないを、愛のことはもう仕方がないとずっと書き続けて。僕もね、お詫びしなきゃいけないのは、ちはやふる、ちはやふるの映画版がね、原作と違うじゃないかって指摘したけど、結構同じだったらしいんです。あ、そうなんですか。例えば、あの主人公がお姉さんがアイドルって設定は、はい、グラビアアイドル元々だったらしいです。あ、そうですか。すいません、ちょっと原作まで読み返せてないんだけど、詳しい人に聞いたらそうだったらしくて、本当申し訳なかったし、あと着物を着るってエピソードも原作通りだったらしいんで、原作読んでるんですけど、特に前半はすいません、本当記憶が飛んでて、映画版で違和感があったんで、ついトークで喋っちゃったんですけど、お詫びし訂正します。なるほど、原作通りでした。でも忘れますよ、僕もね、 X メンシリーズ映画をほぼ全部ウルヴァリン侍以外映画館で見てたんですよ、はい、見てたと思ってたんですよ、はい、だけど一昨日かな、午後のロードショーを東京のアパートで録画してるんですけど、それで最初の3部作のファイナルディシジョンを見たら一場面も思い出せなかったんですよ。 ありますね。そう、あれ俺見てなかったのかなと思って。でもそれ作品作いいんじゃないですか、僕人生であのはみ出しっ子っていう漫画をね、はい、3回読んだんですけど、有名な漫画ですね、3回とも全く全く初めて読むような気持ちで読んだんですよ。だからもう一回読んだらまた違うと思うから、それは名作なんですよきっと。だからそういう意味ではね、でもお詫びします。本当に監督のせいじゃなくて原作に忠実だったんですね。なのになんかちょっと僕が初めて見た気がしちゃったのと、そのエピソードいるのかなと思っちゃったので、つい兄弟がグラビアアイドルってたとえね、あの主人公のあの人が本当にそうなんだけど、逆だったんですね。原作がそうだからあの人に起用したのかもしれないね。広瀬すずさん。広瀬すずさん。お姉さんが広瀬アリスさんなの？あ、そっかそっか、うん。本当にすいませんでした。そうですね。こういう訂正ってさ、続けて全部聞いてる人ばっかりじゃないだろうからさ、届かない可能性ありますよね。まあしょうがないんですよ。まあね。まあちゃんと過ちを認めますので、許してください。もうここで話したこと、もう何話したかをどんどん忘れてるし、まあそうですよね、記憶で違ってますよってことはもう全面的に謝ることにしてますよ。はい、本当ですよね。はい、ということでお詫びコーナーでした。さあ、はい、今日はでも雑談だから、そうですね、雑談会なので、はい、いろいろ軽くやっていこうと思います。マスノさん、今日はなぜ階段を披露してくれたんですか？階段をね、なんか僕ね、はい、実話が好きなんですよ。で、階段話ってさ、やっぱり本当の話の方が価値があるじゃないですか、あと友達の友達がいてたとかってのは遅くさいから、せめて友達レベルだと思うんですよね。なるほど。あと僕の場合はなんか実際に会ったこととかそういうことの方がいいと思ってるんで、そういうのちょっといくつか話しますね。はい。でももう夏もあれだから、ちょっと季節外れでしょうか、話します。あのね、この話はもう本にも書いたんですけど、離婚するときにね、家を追い出されちゃったんですよ僕。はあ。で、風呂なしのアパートに住んでたんですよ。はあはあはあ。そのアパートはなんか古い建物でビルの一番上だったんですけど、なんて言うんでしょうね、事務的な建物でドアが金属でできていてですね、あんまりアパートっぽくない部屋だったんですよ、ちなみにそこの仕事場を僕の前に借りてたのは松井夏樹さん。松井夏樹さんって誰ですか？笑う出産って書いてヒットした人。今は占い師になってるんだけど、松井さんが、借りてた部屋だったんですよ。それは偶然分かったんですけど、松井さん宛ての郵便物が届いてしまって、それで分かったんですね。ちなみに松井夏樹さんは今も偶然、まあ、その商店のすぐ近所に店やってて、そのご縁で、まあ、その商店で今占い師の方が来てくれるのは松井夏樹さんの紹介だから、なんか松井夏樹さんと僕には妙に縁があるんですね。深いゆかりがありますよ。はい、そんな仕事場にね住んでた時のことです。で、当時だから銭湯に通いながら、自宅を追い出されちゃったから、まあ、鍵閉められちゃって追い出されちゃったので、アパートで暮らしてたんですよ。で、まあ、離婚したての時だったから、離婚したてっていうかまだ別居したてだったから、まだ入籍中ですね、はい、向こうの弁護士から
妻に近づくなとかいうメールが来るんですよ。接近禁止令ですね。ファックスが届いたんですよ。それでもう理不尽なこといっぱい言われるんですよ。でもすごく参ってて、なんか奥さんに近づいたら DV 禁止法かなんかでね訴えますとか言うの。それは裁判所からちゃんと正式に書面が出てるんですか。うん、それはねもうね弁護士がそういうふうに言い張るの。それできるんですか。なんかねそういう手法だったみたいで、とにかく僕にいろんなこと言ってダメージを与えたかったみたいなのね。ひどい。でも本当に嫌なことをいっぱい言われるわけですよ、身に覚えないことを。そんな時にね住んでたその部屋がね、なんかもう僕当時おかしかったから、まずテレビをつけっぱなしにして、アダルトビデオチャンネルっていうのに入ってて24時間アダルトビデオを見てたんですよ。で、あのテレビブロスをこうテレビの上に置いて、それを日めくりカレンダー代わりにめくるんですよ。でテレビも見れるんだけど、ずっとアダルトビデオにしてて、であともう電気消すの怖いから電気つけっぱなしで、あの書庫があったんですけど、本棚にある漫画とか全部電気つけっぱなしにしてたから、後にそこを引っ越すときに全ての漫画の背表紙が真っ白になってキャーそこが怖いじゃないんですけど、とにかくそんな感じの暮らしをしてたんですけど、その部屋はねなんか鍵が突然の夜中にね、カチャッって音がしてね、あれって思って調べるとね、開いてしまってるんですよ。でおかしいな、鍵閉めたのになと思って、また鍵閉めるのに、また夜中にねカチャッと音がして、誰か来たのかと思ってドア開けても誰もいないし、鍵が開いちゃうんですよ。おかしいじゃないですかそんなの。おかしいで、だけど僕すごく迂闊だし、物忘れ激しいから、気のせいかもしれないとずっと思ってたんですけど、何度もそういうことがあって、ついにある時、河合克夫さんっていう僕と顔がそっくりの漫画家さんが、あの仕事の取材で遊びに来た時に、みんながいる時にやっぱりカチャッって音がして開いてしまってたんですよ。やっぱりみんながいても開くんだと。だけど当時ね、僕は離婚というね幽霊よりも怖いのと戦ってたから、その鍵が開くことを何にも追求せずにそのまま住み続けてしまったんです。おしまい。キャー、僕は AV をつけっぱなしで一日中いる人が近くに住んでたらやだなって思いました。この話の怖いところは、今ね思い返すとね、今思い返すとね、何だったんだろうと思うんですよ。怖いのちょっと。だけどその時はもう当時はなりかかってたんです。もうそれ以外のことが怖すぎて、もうそんなことには気を取られなかったんですよ。そのことが恐ろしいですね。あのだって増野さんは、増野さんにとってはわけがもう分からず突然もう別居だみたいに言われてるんですよね。そうですよ。それは怖いですよね。超怖いですよ。そっちの方がよっぽど鍵が開くことで怖かったから、自分が何したのってことですもんね。そうですよ、本当にそうですよ。でしかも言われることが身に覚えがないから怖いでしょ。これが一つ目の僕にあった話で、次の話に行きます。はい、次は父の話です。へえ。うちの父はね、あの光ファイバーの研究してたんですよ、電電公社で。すごく生真面目な人で、あのもう本当にクソ真面目な人なんですよ。例えばアミンっていう歌を歌う人がヒットした時に、アミンっていうのはアミノ酸系の総称でねとかって言って、なんか突然解説し始めちゃうような人だった。食人大統領アミンだったかもしれないですよ。まあ、とにかくね、なんかね理系の話しかしない人なんですよ。でもそんなね、なんか父なんだけどね、すごく勘が良くて、クイズ番組とか見てると、なんか値段を当てる番組とかあるじゃないですか、ああいうのの数字をぴったし当てるんですよ。世界丸ごとハウマッチとか。で、なんか変な人だなと思ってたんだけど、一番驚いたのは飛行機の事故で、いつも乗ってたはずの飛行機が墜落した時に、偶然にも乗んなかった。何か知んないけど、日光ジャンボですか。そうで、あの事件の時に、いつも大阪と東京行き来してたから毎回乗ってた便なんです、ところがその時に限って、なんか遅刻して乗んなかったんだって。ものすごいマイルが溜まってそうですね。そういう父が
まあ、ちょっと運の強い父なんですけど、その父がね、なんかちょっと体を弱くして死にかけた時があって、はあ、それでね、普段そんなこと僕に言わないのにね、なんか死にかけた時の話をしてくれるんですよ。したら寝てたらね、うん、自分の体の中にね、何者かが入り込もうとするんだって、で入り込まれたら死ぬって分かってるから必死で入り込まれるのに頑張ったんだって。別人格に乗っ取られそうになってるんですか ね、イメージとしては黒いような人間みたいなものがね、はあ、体の中に入り込もうとするんだって、はあ、それを必死で食い止めたら生き返ったって言ってました。おしまい。お父さんはやりちんだったんですか。分かんないんですけど、父そういうこと言う人じゃないから、理系でさ、研究者でさ、真面目なことしか言わない人がさ、そういう話したらすごく説得力があって怖いじゃないですか。この前ね、終わっちゃったんですけど、スピリッツで日も手の人がイケメンの体に入り込んでイケメンのモテっぷりを味わおうとするけど、もともといるイケメンとで体の中で精神が戦うみたいな、吉田隆さんの漫画がやってましたよ。あ、そうですよね。精神的にイケメンじゃないとさ、ええ、合わないですよね。そうでもそれとは違って、ええ、本当にその時にもし何かに入り込まれたら父は死んでたのかもしれません。怖いですね。恐ろしいですね。僕も階段思い出しました、はい、うちの子がね、あの廊下の突き当たりにいろいろ僕の使わない元ちょっと壊れたパソコン の、 パーツとか、もう古い、まあ、取っておくだけの本とかザーって雑然とあるんですよ。そこを指さして、おまけおまけって言って、えって思って、お化けって言って、お化けがいるのって聞いたら、いるって言うんですよ。でもデタラメばっかりしょっちゅう言うから何もいないかもしれないです。どんな、なんていうか、でも子供だけ見えてる感じってあるんですよ。僕も、結婚した当時ね、血のつながない娘がいたんだけど、その子がいつも道端で荒の方向を見て怖がったりとか、 あとは一番びっくりしたのは、広島ドーム行った時に、広島ドームに近づこうとすると怖がっちゃって、何も言ってないのにですよ、はあ、もう絶対嫌だって言うから泣いちゃうから行けなかったことがあるんですよ。原爆で亡くなった人の霊を感じてたんでしょうかね。分かんないけど、子供だけ見るってありますよね、きっとね。ただね、全然怖がってなかったんですよ。おまけおまけ、まあ、よくだから子供だけ誰か知らない人と話してるとかあるって言いますよね。ただもう部屋を、ね、もう寝る時間だよって真っ暗にすると、暗い怖いってものすごい泣くんですよ。うん、子供に生まれる前どうしてたのって聞いてみてください。そうするとね、面白いですね。お腹の中にいた時の話をしてくれるって言うんですよ。あ、聞いてみよう。僕の子供はそんな風になる前に別れちゃったから、話せなかったんですけど、ぜひ小泉さん聞いてみてください。したらうちにいない本当の生みのお母さんのことに教えてくれる。でもなんかね、変な話ですけど、お腹の中で神様に言われるのを待ってたとかいう人もいるし、うわ面白い、じゃんけんして勝ったから生まれたとか、そういう風に説明してくれるんだって。負けたら生まれてこれなかったんですか。分かんない、その辺は子供の説明だからどこまで信憑性があるか分かんないけど、興味深いからぜひ聞いてみてくださいね。はい、あと僕一つだけ、あとね、心霊写真見たことがあって。心霊写真、はい、それはね、僕のすごく親しかった中学時代の友人、高校時代の友人が、あんまり普段家に呼んでくれたりしないのに、なんかその日に限って呼んでくれて、で写真をいっぱい見せてくれた時に、あるアルバムの一角にね、変な写真があって、なんか男の子がブランコ乗ったりしてるんだけど、すごくその人の全身にオーラみたいな色がうわーってついてるんですよ。それが何かの店でついたレベルじゃなくて、ものすごいボリュームなんですよ。で何枚も何枚もあるの、全部その人の体だけにあの色がわーってついてるので、しかも、え、これ何これって言ったら、これ怖いでしょ、ほらここの足が透けてんだよとか言って見たら、本当に透けてて、足の裏側なんかこうブランコのが見えてたりとか、どうしてそうになってるのかがブレてもないのに、その人の男の子のだけなんか緑色かなんかの光がうわーってこうわーってあるの、こう燃えてるみたいな感じで、で何この写真って僕が言ったら、なんかね、こいつね、
行方不明になったんだって言ってた、怖いですね。怖いでしょ、その写真はとにかく何かのミスでなったとしか思えない。しかもわざわざ僕を騙そうと思って準備してた感じじゃなくて、写真いっぱいある中の何枚かだったから、偶然それ僕が見つけてこれはって聞いたの。したらそう言ってた。はあ、それは怖いでしょ。そのいなくなっちゃう直前の写真なんですか。分かんない、その辺行方不明がどうなったのかは詳しく聞かなかったけど、もう怖かった。バックトゥーザフューチャーをこの前妻と見に行ったら、はい、タイムトラベルして過去に行ってお母さんと恋をしちゃうんですよ、はい、そのせいで本来恋をするはずだった自分のお父さんとの恋を邪魔したせいで自分の写真で自分とか兄弟がどんどん消えていってましたよ。怖いですね。行方不明ってどういうことなんだろうね。なんかオーラが見える人とかいるじゃないですか。で僕なんか見えないから何も見えない。だけど写真には、うん、その何かのブレで写ってるレベルじゃないの。だから特撮で作るとしても、うん、すごい手間かかるだろうなってぐらいのボリュームなのよ、うん、だ今だとさ多分デジタルで作れちゃうと思うんだけど、うん、その当時はまだデジタルがないような時代だったから、うんうん、もう20年ぐらいもっと前の話なんだけど、今日ねものすごい売れてる漫画家さんとさっき食事してたんですけど、はいはい、もう本当にね億万長者ですよ。だからそういう人をもしオーラが見える人だったら、うん、金のオーラとかバーって出てるのかなって今思ったんですけど、なんかさでも霊能者の方どこまでわかるのかな。例えばさ、僕がさ僕のこと知らない人が会った時にさ あなたは男性とも付き合ったことあるんですねとか言われたらさ、うん、信じると思うのね、僕の情報知らないような人がですよ、例えば外人の人とか、でもそういうこと言われないから、うん、あんまり当たんないのかなと思ってるんだけど、ただその人の耳はものすごい福耳でしたよ、あの漫画家さん。そう、ね、でもなんだろうね、そのもう最近読んだねあの本でね、はい、僕前から言ってるけど結構遺伝子のせいじゃないかと思ってるじゃない僕って。そしたらこの今ヒットしてる言ってはいけないっていう立花明さんという人の本でやっぱりほぼ遺伝子だって書いてありました。増野さんが席を立つときにちゃんと声を張ってくれましたよ、はい、なんかねなんか双子で調べてみたのって一卵性ソーセージでどこまで環境とか教育が子供に影響を与えるか調べたら教育ってあんまり関係ないみたいですよ。困るな。だから遺伝子がほとんどなんだって。それは、ね、小泉さんちょっと困るか。困る。それでこの本で面白かったのが、じゃあ坊ちゃんにものすごい育てようと思って今頑張ってますよ。なんかねあんまり親の言うことは聞かないんだって。むしろ子供同士の環境の中で自分のキャラクターを決めていくんだって人って、だから環境はもちろん影響されるんだって、その遺伝子に、だけどかなりのパーセンテージが遺伝で決まってしまうとか最近分かってて、それを言うとみんなが絶望しちゃうから言わないけど医学者の中ではもう常識なんだって。それはまずいっていう本読みますこれ。ああ、ありがとうございます。言ってはいけない。いけない。面白そうなタイトルですね。残酷すぎる真実。すっごい面白そうなタイトルだ。これは売れるわ。新鮮だったのは、本当に例えば一卵性双生児のね2人の女の子をね、なんか別々の人が育てたんだって。片方はあのピアノとかのピアノとかやってる環境で、もう片方はピアノとか関係ない環境だったんだって。でその子は親が音楽家なの。それでどっちがピアニストになったかっていうと、うん、音楽に全く絵のない子の方だったんだって、うんうん、なぜかっていうと音楽とか全く縁がないことで自分は音楽の才能があることに気づいて頑張ったんだって、うん、だけど音楽的な環境だと私ぐらい上手くても別にみんな上手いからと思っちゃうんだってピアノが、うんうん、それで別に努力しなくなっちゃうんだって、うんうん、だからそういう環境の左右はあるけども、うん、でも親が教育したことが子供に影響を与えることは調べた限りは宗教は親の宗教を引き継ぐことが多いんだって。でもそれ以外のこう能力とかはあんまり関係ないっていうことが分かってしまってるらしい。で僕も前から子供ってかなり生まれつきであんまり教えたりしてうまくいくことはあるのかなと思ってたんですけど、まあ、これは教えられることもあるけど ほぼ教えられないっていうふうに書いてあった。でこれ面白かったのは一夫一婦制には無理があって、それは人間と近い類人猿で調べたら分かったことなんだって。でそれのなんかやっぱ研究の結構生物学の世界では常識になってるんだけど、うん、あんまりそれをみんな言わないようになってるのはイデオロギーとして、うん、
例えば黒人ってさ、うん、すごく運動能力が高いとされてるじゃない、オリンピックの中でも。あ、それね、僕黒人の最近読んだ構造がわかる世界史っていう漫画で、それがなぜかっていうのがすごい面白かったですよ。書いてありました。でそうした時にね、うん、いわゆるこう能力テストのある部分では、その例えば黒人の人能力が劣ってたとしても、みんなそこは見ないようにしちゃうんだって。だから引いてたところは見たいけど、うん、もしある人種が引いててないことが分かった時に差別的になっちゃうじゃないですか、うん、だからイデオロギーとしていいとこだけを見るようにしちゃうんだって。でも本当はやっぱり不得意なことってあるわけですよ、人種によってとか、あと生まれつきによって、だからいくら努力してもできない人はできないのに、努力すればできるみたいな幻想をみんな持ってしまっていることが、より社会を不幸にしてるんじゃないかってことが書いてあった。あのね、その僕が読んだ構造が分かる世界史は別のことが書いてあって、うん、アフリカから黒人を連れてくるじゃないですか、はい、その時にやっぱ体の丈夫な人を選んで連れてくるんですよ、はいはいはい、なるほどね。でそんで船にもう沈め状態で乗せてて、病気がものすごい流行るんですよ、うんちとかその辺出しっぱなしで、はいはいはい、でそこでさらに生き残ったもう強い人だけが生き残れるんですよ。なるほど。でそれがそういうジャマイカとか奴隷としてものすごい活用されるところに連れてかれて、そういう人たちで繁殖しちゃうするから、はい、結果的にもう体力が優れた人が今そっちの方では、はい、多いんじゃないかと残っている。それも書いてました。これにはなぜユダヤ人が金融とかで成功するのかっていうのも、うん、やっぱりそういう人とか生き残ってしまう仕組みだったから、うん、結果的にそういう地位が濃くなっちゃってて、うん、一種こう金融的なものに能力が特化した人ばっかし生き残っちゃったからだっていうようなことが書いてあったし、うん、だから人種間の特有不得意はあるっていう姿勢だったこの人は、うん、でもまあ言われてみれば本当にだってスポーツレベルのさタイムを測るとさ、うん、やっぱり偏りはあるよね、アジア人はこうだとかさ、まあ、それはあるに決まってますよ ね先の器用な人種があるのが、うん、でそれは確かにさ、僕なんかも教育でさそんな風に思っちゃダメだと思うようにしてるからさ、平等だと思いたいけどさ、やっぱ生まれつきの不得意はもちろんさ個性ってバラバラだからさ、スポーツ不得意な黒人もいるしさ、ダンス的なことが不得意な人もいるだろうけど、たださ個体としての量っていうかさ偏りはあるでしょうね。あとね、今回日本が金メダル以外もメダルものすごい取ったじゃないですか、うんうん、あれ僕ね多分他の人も言ってるかもしれないけど、ドーピング今年ものすごい厳しく取り締まったと思うんですよ。なるほどね。そしたら日本人が残ったんだ真面目だから、まあ、でもさルールってあってさ、よくだから日本人が勝つとさ日本人に不利な方のルールが変わるじゃないですか。そうですね。なんでみんなその平気なのかな、ね、平気じゃないのかな。僕ちょっとねオリンピック好きじゃないのは、だってルールじゃないと思って、うん、もしね全裸で走るっていう競技があったら、うん、全裸で走るのが上手い人っていると思うの。そうですね。スパイクとかなしで、うん、チンチンフルチンでも、うん、走るのが速い人いるけど、もし、うんうん、やったら虚婚だったら走るの遅くなると思うの。なるほど。ビダン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 。そういうルールによって勝ち負けって決まるじゃないですか、でそんなのルールなんてさ人間が作ってるんだからさ、はい、いくらでもこの人を勝たせるルールにしたいってことにあったらさ、この人にとって得意なことだけでルール作ればいいんだからさ、大して平等じゃないと思ってるのスポーツって。で松野さん、ドーピングはどう思ってますか。ドーピングだってさ、じゃあさドーピングのキリがないからドーピング許さないようにしてんだけどさ、でもさ法的の中でのルールの中でさ、まだドーピングの指定薬物じゃないけども効く薬ってあると思うの。あ、そういうのをやるんですよね。そうだからそう考えるといたちごっこだし、じゃあ取り締まってもしょうがないって思います、ね、だから僕スポーツで一等賞になることはそもそも無意味と思ってるから、頑張って努力してる人のことは尊いと思うけど、でも世界一か世界2位かなんて本当にどうでもいいと思ってる、心からどうでもいい。へえ。だって全然それでときめかないもん、別にそんなルールじゃないか、ルールでこう決めたからこっちが1位なんじゃないかと思ってるから。もちろんそれでスポーツでねホルモンを打ててみんなの心を健やかにするとかは魅力的だと思うけど、うん、それとは別のね1位か2位かとかには本当に愚かしいと思ってて、へなんでそんなことにみんながキュキュキュとしてるのかはやっぱしある種イデオロギーだと思ってますね。へそれは僕がもともと欠落しててそういうことにときめきを感じないからだと思うけど、
やもう1位から10位までの人はみんなすごいよ、オリンピック。いや、すごいですね。全員すごくて、そんな僅差で喜んだりするのは愚かしいことだと思ってる。なるほど。ノモがもし世界のノモになろうとも、君は私の手柄ではないっていう短歌がね、はい、こういう時期になると必ずみんなに引用されるんだけど、別にいや、僕だから活躍することはいいと思ってるんですよ。ただ1位から10位までの差なんて何に等しいと思ってるな、本当に、うん、だって小説だってさ、1位から10位の人っていてもさ、別に1位の人だけが価値があるわけじゃなくてさ、1位から10位の人で好き嫌いがあってさ、私は10位の人が好きってこともあるじゃない、小説なんて、うん、っていう、同じようにスポーツだっていろんなことで魅了されてて、顔がいいこと込みでさ、顔も良くて体も良くて動きも良くて魅力的っていうのはいいけど、うんうん、あるルールの中で戦って1位だったかなんて、本当になんでそんなことにみんな急急としちゃうんだろうって思う。蓮舫も言ってましたよ、2位じゃダメなんですか。うん、本当でもなんか人間の欲望の中で多分1位にならなきゃダメみたいなプログラムがあるんでしょう。そうですね、うん、きっと。でも僕にはそのプログラムないから、もうね、こんなこと言うと嫌われてしまうし、努力してる人たちに失礼かもしれないけど、うん、2位でね謝ったりするなんてバカみたいと思っちゃう。僕はね、負けん気の強さみたいなのにすごい憧れがあるので、はい、ドーピングでも何でもやっても勝ちたいみたいな精神は素晴らしいなって思っちゃうんですよね、うん、いやでもだってさ、ほら結構有名なあのアスリートでも実はドーピングだったんじゃないかって言われてる、映画になったりしてじゃないですか。あ、その疑惑のチャンピオンですか、うん、でもそんなのあるしさ、うん、あるしさ、例えばとてもいいユニフォームが体にあったとかさ、わかんないけど、なんかの事情で1位になったりするもん。あとは僕、オリンピックってオリンピックに出れないような地域の人っていると思うのね、はい、貧しかったりとか文化的にまだ未熟で、そういう国の人の中に早い人いると思うもん。 あとチーターと比べたら人間なんて弱いじゃないですか、はい、足は、でチーターはないことにして人間の中だけで戦うってさ、うん、じゃあ人間とチーターの愛の子をもし作れたら時にね、うん、愛の子はずるいって、愛の子って言っちゃいけないのか今。まあ、でもネットラジオだからいいですよ ね、 そうですね。だからチーターと人間のハイブリッドの人が生まれた 時にね、うん、どうするのかとかいうレベルになっちゃうから、とにかく競うってある程度までならありだと思うけど、1位から10位まで決めるとかは本当にくだらないし、3位までがメダルなんていうのもただのルール事じゃないじゃあたまたまある年にすっごく優秀な人が集まっちゃったら、すっごく優秀でも去年だったら1位になれたのに、うん、今年は1位になれないなんてことあるじゃないですか。それでね、僕はね、千葉哲也賞の大賞を取りましたよ。ああ、でもだからそういうことがあるからそれを込みでね、人生は面白いと思うけど、短歌の世界では一等賞の他に次席っていうのがあってですね、はい、次席って二等賞のことなんですけど、二等賞の方が活躍するっていう伝説があるの。ああ、千葉哲也賞も大賞受賞者は活躍しないっていうのがありますよ、うん、でそれは僕理由があると思ってるんだけど、うん、やっぱ賞取っちゃって満足せずに頑張った人が結構生き残るって可能性があると思うんだけど、でもそういうふうに言ったら、いや、たまたま一等じゃなかった人が目指すだけだと思うって言った人がいるの、うん、その人は自分は短歌賞の一等賞を取った人だから、うん、そう思いたい気持ちも分かるんだけど、うん、僕は賞を取んなかった人だから、うん、いや全然違う、二等賞の人の方が活躍してると僕は思ってるの、うん、でもその辺なんてさ、活躍してるのレベルによってもさ、ほら漫才とかだってさ、コントとかだってさ、ほらオードリーとか2位になった人の方がさ、はい、売れるって言うじゃないみんな。そうですね。でまあ、実際に統計取ったらね、1位になった人だって売れてるんだけど、ええ、オードリーとかってさ、2位で売れたって印象がすごく強いし、南海キャンディーズもね、そうそうそうですよ、ね、それ売れ方がすごいから、ええ、もう一組ですっごく売れてる感じがあるでしょ、ええ、だからイメージとしては1位じゃない人の売れたってイメージになっちゃうじゃない、うん、でそういうイメージってさ、覆すことはできないからさ、いくら統計的にさ、本当は一等の人が売れたとか言ってもさ、意味ないと思ってんの、うん、っていうことを最近ツイッターでやり取りしちゃったりして、ええ、たくさんの歌人を敵に回してしまいました。なるほど。さっき の嫉妬も面白くないっていう、うまいこと言ってないぞっていうのも歌人だったし、今の短歌賞で二等賞自責の人の方が活躍する問題も歌人だったし、数少ない知り合いの歌人たちをどんどんと敵に回してしまいます。ちょっと忘れないうちに
告知させてもらっていいですか。はい、僕ね23歳の時にヤンマガでデビューしたんですけど、はい、最近ね妻が見つけてヤンマガの編集者を、はい、代言を募集してるって言って、代言っていうのは連載漫画が締め切りに間に合わなくて、はい、飛んじゃった時に代わりに載せる原稿のことなんですよ、それで8ページの漫画を完成原稿を送ってくれっつって呼びかけてるんですよ、はいはいはい、それに出してみたら9月6日発売後に載せてもらえることになりました。小泉さんのが。そう、最初はねヤングマガジンサードっていう月刊誌の別冊の方に載せてもらうつもりで書いたんですけど、はい、なんと本誌にも空きがあって、なん週刊ヤングマガジンの方に僕が購入した雑誌に限定回帰、キャリア晩年にまた載せてもらえることになってすごい感激してるんですよ、まあ、そういうご縁ですよね仕事ってね。8ページ漫画です。うーん、殺し屋の増野さんに前話してた育児をしてる殺し屋の漫画ですよ。うん、そうそう、ご縁ご縁。この間深いプロデューサーごろもっていう劇団がの代表曲である空見た予感なんて曲があるの、僕が出たミュージカルの主題歌なんだけど、その空見た予感なんがカラオケに入ったんですよ。空見た予感なんて言うんですか。サロメた予感なん、サロメ、サロメ、サロメっていう有名な劇曲があって、サロメ対ヨカナン、対ヨカナン、うん、対は VS、 はで深いプロデュース羽衣っていう、もう全然覚えられない名前なんだけど、そういう劇団がミュージカルやってて、僕も出たミュージカルの主題歌がカラオケになったんだけど、うん、それはたまたま羽衣を応援してくれてる人が、うん、カラオケとかのこうそういう曲を配信するのを決める権利があったのね、うん、だからそういうことじゃない実は仕事って。あ、だからエコひいきみたいなこととかで、うん、仕事になっていくから、うん、だからこういう物書きの仕事なんてそんなに平等で戦ったりしてるんじゃなくて、意外とそういうことから決まって、その後売れるかどうかはまたね平等かもしれないけど、うん、なんかそういうことが世の中を動かしてるってことを面白がっていいと思ってるんですよね、うん、僕だから、ただね、うん、すごい嬉しい、喜んでる反面、うん、ああまた載せてもらえるんだなっていう深い感慨もあるんですけど、うん、若い人に与えてるチャンスを取ってしまったんじゃないかみたいな、まあ、でもそれはそうだけど、後ろめたはあります。それはだって作品とってダメだったらもんないんだから、まあ、そうですね、うん、でも小泉さんは別にもっともっといろいろ評価されたり今から知られてもいいはずなんだから、はい、その先はね、だから僕枕営業でさえいいと思ってるよね。だって枕営業してその後続くって才能だもん。そうですね、うん、なんかそんなこと言ったらさ、世界的に有名なある指揮者がさ、なんであんなに急に世界で売れたかっていうと、まあ、ある有名な世界的な指揮者に好かれちゃって、まあ、ゲイの人だったので愛されちゃったってことらしいっていう噂を聞いたのね。で、まあ、真偽は分かりませんが、まああるだろうと、そういうことは。だってさ、魅力的ってそういうことだからさ、だから枕営業をしたくなるぐらい魅力的なタレントさんで、しかも能力もあったら、僕はそれはそれで全くそんなことで悪いと思わないですけど、ね、あれはどうですか。僕も見ましたよ、フェイク。ゴーストライターはどうですか。ゴーストライターはね、僕は嘘つくのが嫌だから、あれだったら最初から言えばよかったのにと思う。だから自分のイメージをこの人が作ってくれてますよって言って合作として、まあ、あのベイブだと合作にならないっていう風にあの映画ではなってましたけど、そうですね、でもさ、ほらプロデュースっていうかさ、自分のこうきっかけ作りは自分で、うん、あとは全部やってもらってますよっていうのでもさ、うん、それで受け入れてもらうような、うん、イメージ作りをしていくべきだったんだよ、うん、そうじゃなく後からあんな風にいくら言っても、うん、いやそれは普通合作って言わないじゃないっていう風になっちゃうけど、うん、例えばさ、ほらコムデギャルソンってあるでしょ、はい、ブランド、これなんかで聞いたんだけど、コムデギャルソンの人なんてもう自分で考えるときに、うん、せせらぎとか言って、うん、それを聞いたスタッフが作って見せるんだって、こういうのはどうですか。でそれでそれを見てジャッジしていくっていう仕事らしいの。これじゃあせせらぎ OK みたいな。そう、でもそれは僕今せせらぎって言ったけど、髪をくしゃくしゃって丸めてこんな感じって言ったりするんだって。でこれは伝説だからどこまで本当か分かんないけど、本人のインタビューでもちょっとだけ出てた気がするのね。でももうあの人もともと自分でも作れるじゃない、だから作れて信頼されてるからそういうのが許されるわけですよ。なるほど。
だけどでも弟子が作ってなんかちょっとは名前出たりしないんですか、うん、するするだから あそこ出身で独立したと見ますよ。だからあのコムディ・ギャルソンなんとかって名前のブランドをやっててその人が独立してってのはありますけど、なんかなんとかタオさんって人とかがやってるのは今独立したりしてるけど、そういうのもあるけどそういう仕事ってあると思う。だってブックデザインだって鈴木誠一デザインスっていうのがあって、あれも鈴木誠一さんの事務所にいるスタッフがやってて、あ本当に、でも名前は鈴木誠一デザインスにしないとダメだから、うちの子になりなよをデザインしていただきまして、あれは鈴木誠一って書いてある場合は本人やってます。あそうですか。デザインスの時にはスタッフ、あでスタッフ名が載る時もあるの。だからどこまで関与したかによるんじゃない。ほとんどその人が一人やってたら名前書いてあげるんだと思うんだけど、やっぱしアドバイスとかジャッジとかが大事な仕事だから、あのブックデザイナーだって、だから洋服デザインだって最終的にジャッジする能力がなきゃダメだから、それがあのフェイクの人にはできたかどうかっていうと、そこまでの才能じゃなかったってことでしょ。そうかもしれないですね、楽譜が読めないですからね、まあ、あれはだから賛否両論いろんな意見があって、あの敵側の意見も読みましたけども、でもあの程度の関与でもプロデュースというふうに言ってるケースもあるから、それはあの例えばあのあれで2人ともうまくいくケース、2人ともこうどっちも得するようなやり方ができたはずだし、まあ、単に仲違いしちゃったからこうなっちゃったんだなってことですよね。映画としてはどうでした？映画僕ね普通に面白かったけど、もともとあまり先入観持たずに見てたから、ああどっちにも語りせずに見たので、そんなに衝撃を受けなかったです。むしろ奥さん大変だなとかケーキでかいなとか、そういうのばっかし気になって、松野さんよりケーキ食べてましたね。そうケーキがでかくてうまそうっていうのが一番の印象ですかね猫も可愛いですしね、はい、で僕森達也さん監督にちょっと無意識があるから、もともと森達也さんらしいなと思うとこいっぱいあったし、もっともっと面白いと思うとこいくらでも指摘できるけども、あの単にジャッジ的にどっちが正しいかっていうと、あの別にどっちも正しくないし、あの映画はちょっとどっちかっていうとあの被写体の人たちに寄ってるけども、そうですね、でもライバルのその意見も聞いて分かって読んだけど、まあ、あなたからはそうでしょうねっていう、だからキャンディーキャンディー事件ってあったじゃない、はい、キャンディーキャンディーの原作者が全然原作者なんて使わずに書いてたって言い張っちゃって裁判になっちゃったんだよね。あでもみんなさ自分の手柄のを多く考えがちなの。なるほど。だから藤子不二雄さんにしてもそうだし、ほら岡島二人って言ったじゃない。岡島二人って何でしたっけ。あの二人組で音楽あの小説家だったの。今は結局別々になっちゃったんだけど、そういう風に2人でやってると必ずある時から片方ばっかしいろんなっちゃって、だったら別々にやろうってなっちゃうの。キャンディキャンディの場合は裁判では結局原作者の言い分が通ったんだけど、でも結局そのままいがみ合っちゃったまま片方が死んじゃったかなんかで、キャンディキャンディはもう封印されちゃったんですよ。誰にとってもいいことないじゃないですか。そうですね、もう本当にそういうのねやめてほしい。一世を風靡してたのに今読めないんですか。もうねキャンディーキャンディー革命っていうのがうちにはあってですね、はあ、母がテレビ嫌いだったのに、NHK しか見ちゃダメだったのに父の父が厳しくて、母がキャンディーキャンディーにハマったおかげで、テレビ見てもいいようになってたんですよそれが我が家ではキャンディーキャンディー革命と呼んでるんですよ。そんなキャンディーキャンディー革命を生んだキャンディーキャンディーが見えないなんて世界の損失だから、そうです、ね、とにかく2人組で仕事してる人は仲良くしてください。そしてビジネスライクでもいいから、藤子不二雄みたいに別れてもいいから、ちゃんと作品が読んでるようにした方がいいですよね。そうですね。そういう意味ではフェイクはあの映画はあの言い方面白かったけども、別にあの人の言い分が全部OK とも思ってないし、あの耳が聞こえなかったのどこまで嘘かとかも、僕はどっちでもいいっていうか、あのむしろ奥さんが夫が嘘をついてるとしたらよく付き合ってあげてるなっていうのは思った、ついてないかもしれないけど分かんないですけどね。分かんないですね。そんなに簡単に全部が嘘なんてことないから、あるとこはちょっとこう大げさに言ってたりとか、自分に都合よく言ってることはあるでしょうけど、単純に仲違いしなかったらよかったのになと思いますけどね、そんなにあんなにこうなんだろうな、嘘ついてた人ばっかし側が怒られて、
だってゴーストライターしてた人だって共犯なのに、うん、急にあっちの方は免罪符みたいになっちゃうのは、うん、やっぱしオリジナル信仰が強いっていうか、うんうん、人って作ったものを自分が作ったってこととかに弱いんだなと思いますね、うんうん、もしかしたらむしろあの影で作ってた人の方が取り替えが効く存在だったっていうか、誰が作っても良かったかもしれないとも言えるじゃないですか。僕ねそれ本当思ったんですよ。だから佐村豪一さんが本当に自分の作品だって言い張るんだったら、他のなんか若い無名の作曲家ともう一回組めばいいのになって思いました。まあね、そうですね。だからそこでそれで組んでも世界を許すかどうかでしょ。でもそこでずるしてたわけでしょ、うん、まあもうね、味噌がついてるから聞く方も色眼鏡で見ますよね。あとは人はやっぱり目が見えないとかそういう物語に感動するから、そこを利用してたっていうのは嘘だから、短歌の世界でもね、お父さんが死んだっていう設定の短歌で賞を取った人がいて、本当は死んでなかったの。それが大騒ぎになったんだけどやっぱそれは死んだってことを売りにしてるっていうのはちょっとずる で、そうですね、で小説なんかだとね、主人公のお父さんが死んだって書いてあっても本当に死んだかどうか関係ないじゃない。でも短歌の世界だとお父さんが死んだって書いてあると本当に死んだっていうのを読むようになってるの、伝統的に。だからそこで意見がいろいろ分かれたんだけど、僕はお父さんが死んだっていう風のを短歌の中で使うのはちょっとあの偽金だと思ってて、短歌のフェイクですよ、うん、だって絶対選考委員は本当だと思うもん。でだったら本当にお父さんを殺すぐらいじゃなきゃダメだと思う。もしくはお父さんが死んでることを隠し続けるかどうか。だから、ね、受賞式にお父さんが来ちゃったのねもう物バレじゃないですか。だから隠す気もなかったんでしょう。でもそんなに短歌ってあの小説みたいにね、あの作中の人物と自分は別人ですよっていうのは通用しない世界なんですよ。そういう風に作ってる人いっぱいあるんだけど、俳句もそうですか。でもさ、田原町さんとか見てさ、あの主人公別に私じゃないんですって田原さん言わなかったでしょ。いや別に私サラダ記念日とか言ってるけど本当は別にまだ男性と付き合ったこともないんですとかっていう風に田原さんが言ってたら興ざめでしょ、うん、じゃあものすごいブスな女が超モテっぷりを短歌で歌ってたらどうなるんですか。いやそういうのありますあります。そういうのザラにあるから僕はいやダメでしょ、顔に似合うものを作りましょうっていうのはいつも言ってて、そういうふうに僕が言うことが若い世代にはうざい歌人って。それはね、うざいどころかひどいこと言うなって言われますね。まあそう、そういうこと言われてますよ僕。でも実際にはどんな顔の人か大事だし、田原マスさんがもしああいうルックスじゃなくってあの山田美さんみたいな顔だった時に、はい、佐田記念日とか言ってても嘘つけと思うじゃちょっと、うん、だから顔に似合うって大事なんですよ。黒人とやりそうな顔して何言ってんだ、うん、そこまで僕言ってませんけどそうだからそこはねちょっとね短歌界でもね今論議になってるの、私性って言うんだけどね。ああ私性、うん、だから短歌の世界は短歌の書いてあることは全部作者のものだと思われちゃうのね。で本当はそうじゃないとしてもそう思われちゃうってことは前提にしないとダメじゃない。じゃあなんか嘘つきっぽい歌人の名前にして嘘短歌ばっかり言ってる、まあ、そういう人もいますよ。あと今 BL 短歌とかも流行ってるんだけど、だけど例えばさ自分がホームレスだっていう短歌をずっと書いてる人がいてね本当はホームレスじゃなかったらさダメじゃん。社長だったらそう、本当は自分は社長なんだけどホームレス気分を味わいたくて、今日も金がなくて鼻がひもじいとかいうことさ短歌に書いてみんなの感動を呼んでたらさみんな怒るでしょ。サザエさんの4コマ漫画じゃない。そうでそういうことだって言うんですよ私っていうのは。あうん、そうですよ皆さん。そうですね。で BL 短歌の人たちもさ、なんか私は BL 短歌はそういうものじゃないと思ってるって言うんだけどさ、はい、僕の書いた BL 短歌をね、あのみんなさマスオじゃなかったらいいのにと思ってると思うの。うもっと素敵な顔の人が書いてたらいいのにと思ってるの。だと あんなインポじゃなくて、そうだとしたらやっぱし私が気にしてるってことだから作者がどんな人かを気にしてるってことでしょ、だからだとしたらそう思う人は全員 BL 短歌を好きな人たちも私性を気にしなきゃダメで、おいや増野さんが書いてるか書いてないかどうでもいい、短歌が素敵だからと思える人は私性を気にせない人だから、思う存分私と関係ないものとして味わってくればいいと思うけど、やっぱり増野の顔を見たり増野ってうざい歌人だ、ツイッター見るとうざいことばっかり書いてると思う人は、そういう人は短歌に私性を求めてるんだから、私性を気にしなきゃダメですよっていう意見をずっと言ってるんですよね。一貫性を持てと。はい、
ことですね。なんかマニアックな話を今日いっぱいしちゃいましたね。今日はそろそろ次の本を、はい、どうしましょう。これ読んでみたくなる。あ、それすっごい面白いですよ。いけない、はい、これとじゃあ小説を僕ね、そういえば村田沙耶香さんの小説面白かったけど、前やったもんね。あの村田沙耶香さんのね、違うの読んだの。僕ね、今月あの村田沙耶香さんが講師の山形小説家になろう講座行くので、もう一回読めたら読みたいな。これ読みました？あ、読んでないので。すっごい面白かったです。あ、じゃあこれにこれでもいいですか？え、でもいいんですか？いいです。村田さんので、村田さん読みたくてしょうがないので。じゃあとりあえず読んでみてください。モチベーションが高い時に読んでおきたいです。はい。じゃあ次回は白色の街のその骨の体温の村田沙耶香さんと立花、あ、レイじゃなくてアキラって読む、アキラさんの言ってはいけない、言ってはいけない残酷すぎる真実、はい、新書ですね、はい、新潮新書、ちょっと売れてるみたいですよ。はい、この2冊をやってみましょう。読みます。はい、ではでは。あ、そうだ、ちょっと告知をすいません、はい、僕ね9月11日に、映画の上映イベント傑作音楽シネマ88出版記念特集上映会テアトル新宿で、はい、あ、この上映会自体は9月3日から16日で日替わりで、松江哲明さんとか、はい、いろんな人が出るんですよ。歌丸さんとか、はい、で僕は9月11日にブルースブラザーズという傑作コメディ音楽映画、はい、ジョン・ベルーシ亡くなった方がかっこいい黒いスーツで有名な映画ですよ、はい、それについて松崎ブラザーズ、松崎誠さん、松崎武雄さんと丸谷久兵衛さんと僕の、4人でお話しさせていただきます、はい、ぜひご来場ください、はい、そういえばほら9月9日の金曜日にも、はいはい、私や小泉さんが参加したポーラーサークルの短編映画の上映会があるじゃないですか。そうだそうだ、僕はねちょっとそんなあの長い期間東京にいられないので、はい、そこは出られないんですけど、9月9日の20時からです、はい、場所とか詳しいことはツイッターで見てください。はい、お願いします、はい、僕はあの王星人来週というコメディ SF を、はい、王星人で僕は中野咲さんが主演の、フェイクドキュメンタリーっぽい短編 SF を作りました。詳しくは9月9日の20時からですけども、ポーラーサークルっていうので調べてみてください。あと、9月の4日に、はい、僕絵本の読み聞かせイベントが14時から西荻窪の紺野書店であります。僕とイラストレーターの目黒雅也さんとでやります。あの絵本読み聞かせたりカルタで遊んだりする予定です。カルタもオリジナルで作ったんですよね、はい、あと9月10日にとある作家の方とトークするんですけど、まだちょっと名前を言わない方がいいかなと思うので、9月10日の土曜日に、もう割と迫ってるのに、そうなんですよ、あの作家の方とやりますのでぜひいらしてください。さあ、それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。失礼します。